で7レース2次予選 B1 着になりました山田選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございます。今日は田中選手と山田選手のレースになりましたけども、どういうふうに考えられていましたでしょうか。まあ、スタート前から行きたいという話だったので、もう任せて、まあ、あとは本当についていくことをまず考えて走りました。でホームのところでは、まあ、田中選手が畑選手をさばいて飛びつきましたけども、はいはい、あの辺りっていうのは後ろに疲れてて、どういうふうに。あ、本当にあのいいレースしてくれて、あの気合い感じました。やっぱりあのもうちょっと待てば田中選手も残れるんじゃないかなっていうところを2角ぐらいからあの、まあ、番手まくり行きましたけども、あの辺りっていうのは最近の田中選手のレースも含めてどうですか。まあ、タイトのいいレースは最近あの積極的なレースが増えてたんで、はい、そこはあのしっかり頑張ってるなって見えて、あとは今日も抑えて取り切ってすかさずあの行ってくれたんで、あの結構きつかったと思います。最後は抜け出して1着でしたけども、はい、まあ、後ろには三谷選手や森澤選手いましたけども、その辺はどういうふうに見られてましたか。まあ、あの三谷さんまでは分かったんですけど、森澤さんは分からなかったですね。ご自身あの、まあ、1着で状態としては今どうでしょうか。まあ、今日のレースに関しては余裕がありました、はい。まあ、この宮彦は2021年には決勝行って、まあ、昨年はちょっと資格もありましたけども、大会のイメージとか、 なんか相性とかっていうのは何かあったりしますか。まあ、の初めて G1 の決勝乗ってまた連続で乗って、まあ、相性いいんかなとか勝手に思ってたんですけど、まあ前回はダメだったんで、まあ、関係ないなと思って、相性いいからなんとかなるかなとかいう気持ちもあったんですけど、今回はそういうのはもう捨ててきました。じゃあまずはしっかり勝ち上がって、はい、また次の準決勝もしっかりとっていう形ですかね。そうですね、自分の今できることをしっかりやろうと思います。わかりました。ではこの後っていうのは何か変えたりとかありますか。は特にないです、はい。しっかり休んで、はい、明日行こうよと。はい、わかりました。では、最後に準決勝それ以降の意気込みをお願いします。はい、また明日も頑張ります。応援してください。